グランドハイアットシンガポールは1971年に開業したシンガポールの最高級ホテルである。旧ホテル名はハイアットリージェンシーシンガポール。このホテルは1998年に約10億円を費やす大改装を行い、よりグレードの高いホテルに生まれ変わり、名称をグランドハイアットシンガポールに変更した。改装により、 客室数は千百八室から六百六十三室に減少したが、一室あたりの面積は格段に広くなった。ホテルはシンプルで居心地のいい部屋が並ぶテラスウイングと豪華でエレガントな調度品を備えた全室スイートのグランドウイングの二つのウイングに分かれている。二つのウイングの間には滝も流れる広大な庭があり、グッドウッドパークホテルのメイフェアプールと同様に豊かな 自然を満喫できるプールは宿泊客の人気が高い。シンガポールマリオットホテルとグッドウッドパークホテルの中間に位置し、最寄り駅である MRT のオーチャード駅まで徒歩約3分で行くことができるため、街歩きなどに便利である。2007年11月20日にシンガポールで行われた日中間首脳会談の会場として利用された。2020年1月、 このホテルで行われた国際的なビジネス会議が2019、新型コロナウイルスの拡散の場となった。詳細は発表されておらず、ウォール・ストリート・ジャーナルの記事によれば、ホテルのある従業員は、経営陣が、全体のことを極秘に止めていたと述べていたとのこと。シンガポール市、リン・ハワンバオによれば、会議の主催者は、イギリスのグローバルガス分析企業、セルボメックスとされる。など、 ありがとうございます。